皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日2月28日の県内の新規感染者数は826人ということで、2月14日以来1週間ぶりに1000人を下回ったんですけども、まだ1週間に1万人前後の感染者が発生しており、1週間前との比率も 0.97倍とあんまりどんどん減っている感じはございません。本日はアメリカのデータなんですけども、5から11歳のお子さんのコロナワクチンの1回目と2回目の副反応の状況を説明します。打った場所が痛くなるっていうお子さんはだいたい全体の半分ぐらい、1回目も2回目もございますが、赤くなったり腫れたり痒いというのはほとんどございません。次は熱やだるさ、痛みに関する副反応ですが、やはり2回目の方が発熱もだるさも頭痛も筋肉痛なども少し多くなっています。皆さんご心配の熱に関してはやはり2回目では 13% ぐらいですね。だるさも2回目は 26%、 頭の痛み頭痛も 20% ですので、熱や頭痛の多いお子さんは鎮痛解熱剤の用意が必要となります。そして他の症状ですね、寒気がしたりお腹の症状、吐いたり下痢したりあるいは発疹が出るっていうのはほとんどございません。最後にこうした副反応によっての影響ですが、いつもの活動ができなくなっちゃうという方が 5% 前後、そのため園や学校を休んだ方が1割前後で、心配で病院にかかった人が 1% ぐらいだというデータでした。これを参考にして接種の検討をお願いします。